皆さんこんにちは。今回は韓国の大手芸能事務所ハイブとその傘下レーベルであるアドアの対立について詳しく解説していきたいと思います。この問題の中心にいるのがアドア代表のミンヒジンさんです。ミンヒジンさんは昨年デビューしたガールズグループニュージーンズを手掛け、全世界で大ヒットさせた立役者として知られています。ニュージーンズはデビュー曲アテンションが各種音楽チャートで1位を獲得し、その後もハイプボーイ、クッキーなどのヒット曲を連発。音楽性の高さと独特の世界観で瞬く間にグローバルな人気を集めました。特にミンヒジンさんのプロデュース能力には定評があり、ニュージーンズの成功はミンヒジンさんあってこそと言っても過言ではありません。しかし先日ハイブがミンヒジンさんに対し特別監査を行い、辞任を要求する事態に発展しました。一体なぜこのような事態になってしまったのでしょうか。その理由はミンヒジンさんがハイブから独立する動きを見せたことにあります。ハイブはミンヒジンさんとアドアの副社長が独立のための計画を立てたという情報提供を受け、監査に踏み切ったとのことです。具体的にはミンヒジンさんらがハイブから独立するために外部の投資家を誘致し、ハイブが保有するアドア株の売却を誘導しようとしたことが問題視されています。また以前ハイブに所属していたアドアの副社長がハイブの内部情報をアドア側に流出させたことも発覚しました。これに対しミンヒジンさんは25日に緊急記者会見を開き、一連の疑惑について反論しました。ミンヒジンさんは自身が経営権奪取を企んだことを全面的に否定し、ニュージーンズのメンバーとの深い絆を涙ながらに語りました。会見ではメンバーたちがミンヒジンさんを慕っている様子が印象的でした。ミンヒジンさんが苦境に立たされた際、メンバーたちは励ましの言葉をかけ、ビデオ通話で長時間泣きながら話したエピソードなどが明かされました。ミンヒジンさんにとってニュージーンズは単なる仕事の対象ではなく、まさに家族のような存在だったのでしょう。しかしハイブが実施した監査ではミンヒジンさんの主張とは異なる証拠が複数見つかっているようです。ミンヒジンさんがアドアの経営陣に対しハイブを圧迫するための具体的な方法を指示していたことを示すカカオトークのメッセージなどが発見されたとのことです。さらにハイブを抜け出すための実行計画まで存在していたことが判明しました。計画の中にはアドアを空にしてハイブから離脱するといった過激な内容も含まれていたといいます。こうした状況を受け、ハイブはミンヒジンさんを背任などの疑いで告発する方針を固めています。ミンヒジンさんの独立計画が本当だとすれば、ニュージーンズの未来にも暗雲が立ち込めることになります。メンバーたちがミンヒジンさんについていくのか、それともハイブに残るのか、ニュージーンズにとって避けて通れない岐路が近づいているのかもしれません。ファンの間でもミンヒジンさんに対する批判の声が上がっています。先日には一部のファンがハイブ本社前でデモを行い、ミンヒジンさんを糾弾しました。ニュージーンズを利用するな、他のアーティストへの誹謗中傷をやめろといったメッセージが掲げられ、ファンの怒りの大きさがうかがえます。会見でのミンヒジンさんの発言についても批判的な意見が目立ちます。特にハイブ傘下のグループアイリットがニュージーンズのコンセプトをコピーしたとする主張には疑問の声が上がっています。音楽業界では先行グループを参考にすることは珍しくありません。それをコピーと決めつけるのは的外れだという指摘もあります。むしろミンヒジンさんが自身に不利な状況を打開するためこじつけの理屈を展開しているようにも見えます。監査で不正の証拠が見つかったにもかかわらず、被害者面するのは道義的に問題があるのではないでしょうか。ただニュージーンズにとってミンヒジンさんの存在は非常に大きいのも事実です。メンバーたちからもミンヒジンさんへの深い信頼と愛情が寄せられています。
今回の騒動がニュージーンズの今後の活動にどのような影響を及ぼすのか、ファンの間では不安の声も広がっています。ニュージーンズは5月と6月に韓国と日本でシングル発売を控え、6月下旬には東京ドームでのファンミーティングも予定されているだけに、タイミングとしては最悪と言わざるを得ません。ミン・ヒジンさんの去就次第ではこれらのスケジュールにも影響が出るかもしれません。所属事務所の代表と対立するグループが円滑な活動を続けられるとは考えにくいからです。ただハイブにとってニュージーンズの活動が停滞することによる損失はさほど大きくないとの見方もあります。ハイブ参加には BTS、SEVENTEEN、TOMORROW BY TOGETHER といった人気アーティストが多数所属しており、ニュージーンズへの依存度はそれほど高くないというのです。それでもハイブとしてはニュージーンズの人気にあやかりたいはずです。ニュージーンズはハイブの新たな収益源として大いに期待されてきましたから、だからこそミン・ヒジンさんの動向次第ではハイブが法的措置に踏み切る可能性もあります。アドアの経営権をめぐる争いは泥沼化の様相を呈しつつあります。とはいえファンにとってはニュージーンズの行く末が気がかりでしょう。今後ミン・ヒジンさんの去就によっていくつかのシナリオが考えられます。まずミン・ヒジンさんだけがアドアを去り、ニュージーンズがこれまで通り活動を継続するパターンです。これが一番望ましい展開と言えるでしょう。ミン・ヒジンさんの手腕は業界でも高く評価されているだけに、新しいレーベルを立ち上げるにしても投資家が殺到するはずです。一方アドア残留を選んだニュージーンズにはミン・ヒジンさんの穴を埋める新たなプロデューサーが必要になります。とはいえハイブには優秀な人材が揃っています。音楽性を大きく変えることなくニュージーンズのさらなる成長を後押しすることは可能でしょう。ニュージーンズにはメンバー同士の強い絆もあります。ミン・ヒジンさんが抜けてもグループとしてのパフォーマンスが大きく落ち込む心配はなさそうです。一方でミン・ヒジンさんと共にニュージーンズもアドアを去るという可能性も否定できません。メンバーたちがミン・ヒジンさんを慕っていることを考えればありえなくもないシナリオです。ただニュージーンズのメンバーが契約しているのはアドアではなくハイブのため、独立にはかなりのハードルがあります。仮に独立が実現したとしてもハイブがメディアに圧力をかけニュージーンズの露出を妨害する恐れもあります。最悪のパターンとしてはメンバーがミン・ヒジンさんについて独立を目指すものの裁判で敗訴し活動停止に追い込まれるケースです。2022年にデビューしたガールズグループ5050がまさにこのパターンで解散の浮き目にあっています。メンバーの一部が事務所に復帰したもののグループとしての活動再開は絶望的だと言われています。果たしてニュージーンズはこの難局を乗り越えミン・ヒジンさん亡き後も成長を続けることができるのでしょうか。ファンの間ではニュージーンズとミン・ヒジンさんの絆の強さを指摘する声もあります。緊急会見でのミン・ヒジンさんの涙ながらの訴えはメンバーたちへの深い愛情の表れだったのかもしれません。今後ミン・ヒジンさんがどのような手を打ってくるのか予断を許さない状況が続きそうです。いずれにせよミン・ヒジンさんとアドアの確執が長期化すればするほどニュージーンズの活動に与える悪影響は大きくなるはずです。一刻も早い事態の収拾が望まれますが、果たしてどのような結末を迎えるのか、ミン・ヒジンさんの今後の動向から目が離せません。ただこの一連の騒動を通じて改めてニュージーンズとミン・ヒジンさんの結びつきの強さを感じずにはいられません。デビューから1年足らずでこれだけの功績を残したニュージーンズですが、それはひとえにミン・ヒジンさんの手腕あってこそでしょう。メンバーたちもミン・ヒジンさんへの尊敬と信頼を隠そうとはしていません。ファンの間からはミン・ヒジンさんを一方的に糾弾するのではなく、ニュージーンズにとって最善の道を模索すべきだとの声も上がっています。事態の行方はまだ予断を許しませんが、
ファンの後押しがニュージーンズの背中を押してくれるはずです。ミン・ヒジンさんの去就がどうあれ、ニュージーンズには輝かしい未来が待っているはずです。今後もニュージーンズから目が離せませんね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。